よし、ドラフトナミやっていこうか。金がねえ、485万しかねえ。金がねえし、チームも強くねえと。留学生もいないと、チームのムードもちょっと悪いと。いうことで何をするのでしょうか。とりあえずシーズン終了まで行って、オフシーズンで補強しますと。それぐらいしかすることねえよな。期待のルーキーかなんかいなかったっけ。うち、サイトアンダー。サイトアンダーを取ってます。サイトアンダーはね、1番で固定したら簡単に取れるんで。期待のルーキーいねえのか、うち今。超有望ルーキーいません。あ、野沢ぐらいか。野沢いいね。1番なのにいきなり打点5を上げてます。野沢くんがどれぐらい成績残してくれるかだな。やっぱ3割言ってほしいよな、新人で。野沢って社会人だっけ、大卒だっけ。大卒か社会人かどっちでしょうか。彼は入隊団情報だな。選手名か。高卒か。あ、しかも2年目だった。全然1年目じゃなかった。あれ誰これ。あ、これ熊沢じゃん。誰だ熊沢って。野沢、俺が必要なの野沢だ。背番号1。え、あ、違う、ん、野沢が人気ね。よし、野沢背番号9。大卒ね。大卒2年目で今3割9分3厘、打点7、盗塁4、パワーも2上がってます。盗塁もね、できれば盗塁王、首位打者ぐらい。首位打者はまあ最悪取る。お、来た、ここで野沢くんのノリノリ期間。ちょっと野沢くん見ようぜ、せっかくだし。せっかくこう野沢くんがノリノリなんだったら、ここは野沢くんを見るべき。頼むぜ野沢、一番センター。パワーはないけれども、アヘアヘタンダマンですが。アヘタンってもともとあれだよね、足も速くなくてパワーもないやつに言ってたから、足が速いやつはアヘタンじゃないみたいな、そんな話を聞いたことがあるんですが。京セラドーム大阪です。右のアワツ、これが9試合目のと1回の裏。お、茶髪じゃんお前。おお、1年目でいきなり茶髪か。なかなか派手なことするじゃないか。だが実力があればいいんだ。もう打点10上げてます。大島とか年間打点10ぐらいとしなかったっけ、一時期。そんな中もう10打点。ああ、見てるね。しかもカット打ち持ってるんでね、カットもできます。ああ、残念。セーブのユニフォームかっけえな。いいね、野沢くんから始まる打線はありがたい。1番ルイに入れて盗塁してくれ。投球これから2球目、アウトコース低め、まあ今のは打たなくてもいい。第3球を投げました。野沢くん強振するんだな。なんでカットした、そこでキャッチャー梅野ボールを掴みました。これでワンアウト、ランナーは1番ドラモン。お、チャンス、チャンスで4割。走れ。いやー、そっちか。そっちか。何やできるかなと思ったけど。田波は今日ノーヒットよ。それじゃない、143キロのストレートは打てるでしょう。サコった。よーし、ないバッチ。でもランナー詰まってるんだよな。もう一本。よし、正直4の1で困る。5の2。5の2なら9大点。よーし、ナイスバッチン。しかも2塁でもいける。2塁いける。よし。これでやっぱ2塁いけるからね、長打も増えるでしょうね。よーし、5打数2安打。ま、池誠。すごいな。名字が一文字で、名前も一文字にするってなかなか勇気あるよな。池誠。パワー系のやつもいたよな、今。気のせいか。三浦か。三浦めっちゃ打ってる。あー、ダイモンが打ってないな。1番が機能してても2番があまり機能してないと。
なんかめっちゃいい感じじゃん。水沢がノリノリになった。水沢って誰？水沢がノリノリになった3番か。あ、めっちゃいいね。2番が痛いな。1個ずつ順打順上げるか。水沢回復 BR からな。ちょっと大門よりも野沢ちょっと休ませるか。対左地は DH で。本当はちょっと痛いけどね、守備いいから。でもルーキーなんでね、やっぱり1年間フルイニングとかフル出場させるのはちょっと体に厳しいんじゃないか。全然順位見てなかったけど相変わらず最下位ですね。野沢のノリノリ期間も終わったし、打線は頑張ってるんじゃないの。ピッチャーがダメなのか。古橋が全治1週間ということで、もうじゃあシーズン終了までいきましょう。もうダメだ。シーズン終了までいきました。 51.5 ゲーム差の最下位ということは、変わってここ1、2、3、ここ3年ぐらい全く成長してないんだが、1年目、2年目、3年目、4年目、5年目、6年目と全く成長が見られない。100敗が回避できないね。 5.44。 あ、でも打率は意外とか結構蛇行なんだな。2割7分3に打ってるもん。まあでも、あれ俺どうしたっけ、ちょっと投稿にしてるんだっけ。ちょい投稿とかにオプションはしてたような気がする。じゃあちょい蛇行にしたっけですね。それで蛇行になってるんだったら、あ、でもレベル3だよね。普通だ。オートのレベルは何もいじってません。標準レベルでちょっと蛇行になってる。あれか、やっぱドライ1とかで結構野手が有望な選手が多いっていうのは、やっぱり蛇行につながってんのかな。パープロ2020は投稿だったしね、今回は蛇行だし、うまいことバランスやってほしいね、コナミさんには。うん、規定はゼロ。まあしょうがねえな。中継ぎも今年良くなかったんだよな。4点台、4点台、7点台とか3点台、岩村は3点台だ。うん、ピッチャーだな。ピッチャーが足りねえや。野手も別にいいわけじゃないんだけどね。蛇行だからやっぱり。ピッチャーは最下位なんだよ。打者は最下位じゃないんだよな。打率は最下位じゃなかったよな。得点は最下位なのかな。得点は最下位だった。あ、どっちも最下位だ。あ、ダメだ。ホームラン打てるバッターがいいんだ。どっちも足りないということでしたね、結論は。期待の、みんな期待の野沢くん、2割9分8厘、2本49打点19度。思ったよりミートがなかったです。C でした。騙されました。スカウトレベルがそんなに高くないからな。そこまで正確じゃないんだよな。だがまあ2割9分8厘打てたら十分でしょう。水沢も序盤良かったのにね、2割9分6厘。結局、2割9分6厘に落ち着いてしまったと。意外とファーボール選んでんじゃない？出塁率高いよな。一番打ったのが三浦が2割8分5厘19分。池誠は2割9分7厘6分。打率はみんな高いんだよな。タンダマンなんだよな。こいつ3割言ってるからな、こいつ。3割言って663。東出ってあれだっけ、3割出て6いかなかったんだっけ。そんなことないよな。さすがにそんなやついないよな。あ、なんかそんな感じ、なんかすごい OPS だったよね。確か3割いってたのに OPS がめちゃめちゃ低いみたいな話題になってた気がする。ピッチャー野手両方必要です。ベスト9は三浦 DH 選ばれてる。あ、池誠がショート。あ、新庄野沢だ。大山三冠王、大山三冠王。野沢が新人王と。最多安打取れんかったか。野沢がどれぐらいよ。あ、でも金はちょっとずつ増えてる。スカウト上げるか。スカウト上げんと始まらんよな。スカウト一気に上げろ。スカウト上げんと始まらん。コーチが高くなってきたな、こいつは。ちょっともうちょっと安いコーチにしよう。BB だ。ちょっとコーチの年俸が高くなってる。BB 脱三振やったらどうですか。
古田じゃなくて谷繁にしようかな。これで金抑えれるからね。でこれまた谷繁から古田に戻せるのかな。古田から谷繁に帰る。これでちょっと金を抑えることができる。監督の年俸は毎年上がらないからありがたい。あー金がねえな。ちょっとみんな上がってきてる。池誠はちょっと外せない。水沢は最悪外してもいい。水沢はね最悪外野だから。やっぱショートは貴重なんだよな。大門サード、サードもね出てくるんだよな。中原ファーストはちょっともっと出てくる。55池はなちょっとな出てきにくいんだよな。キャッチャー B は貴重だけど3000万、6000万、野沢ちょっと高すぎんな。4000万でしょルーキーよ。14払うか。1勝10敗よ。1000万、20歳かまだ。まだ若いんだよな。4000万高くねえか。3000万、ちょっとずつ削らないと。みんなからちょっとずつ削る。岩村いい選手だよな。安永も結構いい選手なんだよな。26歳、24歳、抑え中心、28歳。このちょっと高齢の選手は年俸をカットしていかないと。将来性がある若い選手はやっぱある程度払わないといけないけど、一発持ち。川村はもう420万、一生420万、どんなに活躍しても。21歳、24歳、熊沢はもう2割2分8人よ。これで2億3000、これでも2億3000万なんだよな。金が足りねえ。ピッチャー首切るほどの人もいねえしな。慶応戦力外と。ドラフトもね言うて2億しかないからね。3、4人、取れて4人、3人ぐらいで取れるんじゃない。まず投手から。いい投手がいない。そんなにズマ抜けて、投手はちょっとズマ抜けた投手がいなくなったんだよね。156キロ、そこそこいい投手っていうのは結構いるんだけど、ズマ抜けた投手はいなくなったんで、どちらかといえばドラ1は野手の方がおすすめかな。3000万安い、取りたいやつ。ただ今年はそんなにいいのがいいね。1億でこいつ取るのはもったいない。そろそろキャッチャーもねできたら取っときたいんだよな。もうそろそろキャッチャー A になるだろうから、2番手のキャッチャーも取っときたい。からと、5000万ならワンチャンあり。からと、もうドラ1で取るなら、ここ笠松取るか、安いし、ちょっとドラ1で取るわ。金抑えに行くわ。で、からとドラ2で取るでしょ。いや、ドラ3だな。機械キャッチャーなんだから、まだいらない。ドラ3でいい。この辺のピッチャーを5000万ならいいね。しかも高卒。156キロもいたもんな。156キロ嘘かもしんないんだよな。変化球はね、嘘の可能性が低いからね。変化球はいいピッチャーを取るべき。でも156キロにロマンがあるから166キロを取ろうかなと。野手は取りたい選手があんまりいない。田島かな、足早いし。やっぱ一芸ある選手取りたいしね。島も悪くない。単独1か。西尾。そばべいいね。そばべ取るか。ああ、空手の取られたか。まあいいでしょう。来年取ろう。156キロは156キロまだ残ってる。沖縄の街道土井。
8000万でしょ。あと1人取れる。取るなら田島かな。ちょ、控えショートもできるし。でも中継ぎも欲しいんだよな。稲田とかどうじゃ、いいんじゃない。控えの、ああ、田島取られたか。控えの野手も欲しいっちゃ欲しいからな。島、弾道1がね、もうちょっと弾道高かったら取ってもよかったけど、これは5000万ではちょっと高い。てか、取れん。あー、まあいいや、これで終わろう。笠松、曽我部、土井、稲田、獲得しました。あ、誰か帰ってきた。ドラフト1位、笠松。左投げ。期待の逸材。打たれてほしい、いいね。まあ、いいピッチャーですね。甲子園ベスト4。曽我部。奈良県出身の高校生。身長通り。期待の逸材。頑張ってくれ。ドラフト3位、土井、高校生。左投げ。沖縄出身。ああ、タイピン、ポーカーフェイス。寸前があるか。中継ぎで使うのもありじゃないか。寸前があるから、やっぱり 5イニングがダメになっちゃうから。中継ぎで使うのもいい。ドラフト4位、今年全部高卒か。中継ぎの軽い球。しかも期待の逸材。あれ、どうも期待の逸材だっけ。ああ、こいつは期待の逸材ないのか。まあ、球速いやつは基本早熟の可能性が高いからな。でも、どうなんだろう。リアルっていうのは、リアルもやっぱそういう風のが高いのかな。でも、福原とか結構万世だったよね。万世というか、なんか一回死んでから復活したみたいな。なんか一時期あったよな。先発投手で球速いやつが、なんかダメになって中継ぎになってストレート外人になって復活するみたいな、なんかそんなんが結構一時期流行ってた気がする。ダルビッシュ有、海を渡った変化球投手、まあ、ダルビッシュは変化球投手だからね。マックス159キロだけど、マックス159キロの変化球投手とは何だ。ダルビッシュ40歳かもう。てか39までメジャーでできたんだ。すげえな、ダルビッシュ。さすがダルビッシュ。浅村、もう浅村も36歳よ。2000本安打打ってゼロから挑戦するとコリアリーグに行ってらっしゃい。そして FA 交渉と、うちにはもう参加する権利もないと。戦果高くねえか。強強、うん。ああ、浜口とか欲しいな。バンクじゃん。広岡強。広岡がめっちゃ覚醒してる。マルチネスが阪神、中川が DeNA、 松井がロッテ、近本が中日、広岡も中日だ。坂本、瀬川、勝野、自由契約。まあいいか、今日ここで終わるわ。今日はここで終わります。それじゃあ見てください。皆さん、ありがとうございました。バイバイ、さようなら。来年100